どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお開運巡り。皆さん、今回も見ていただきまして、ありがとうございます。さあ、今回ですね、皆さんすぐにできるという開運法をご紹介したいと思います。これですね、漢字で食べる食という字はですね、人を良くすると書きますが、やはりね、この食というのは、まあ自分を、まあ、良くする運気を上げることに直結するんですね。そこで今日はこれを食べると運気が上がるという開運飯ご紹介したいと思います。まあこの開運飯と言いますと代表的なものはカツ丼とかねありますよね。試合や勝負に勝つという語呂合わせ、まあね、験担ぎで、まあ試合や試験の前に食べる方多いんじゃないでしょうか。まあ、他にはね、うなぎ登りということでうなぎがいいんだとか、あとは豆に暮らせるように豆、喜んぶで昆布とかね、まあ、そういったものがあったりもしますが、中でも一番縁起がいいとされているのは、天獣なんですね。天獣。これね、非常に縁起がいいので、まあ、験を担ぐお仕事の、まあ、話し家さんの間ではですね、大事な講座の前には必ず天獣を食べるという方、結構いらっしゃるそうなんです。では、この天獣がなぜ縁起がいいのかと言いますと、まずはね、天獣です。これ天丼ではダメなんです。天獣なんですが、もちろん上に乗っているのは天ぷらですよね。天ぷらというのは揚げ物です。そして天ぷら、運気が天まで上がるという語呂合わせで、まずね、天ぷらが非常に縁起がいいんですね。で、さらにこの天獣というのは、人が生きる上でとても大切なもの、三つが入っていると言われているんです。それというのが、衣食住。まあ、この衣食住はね、人が生きる上でとても大事な三つなんですが、天獣にはこの三つが入っている。なぜかと言いますと、まず天ぷらというのは衣に包まれています。つまり胃が入っている。そして食べ物なので食ももちろん入っている。そして入れ物はお重です。重も入っている。というわけで、まあ天獣というのは運気が天まで上がる衣食住を兼ね備えた最強の開運飯、ラッキーフードと言われているんです。ぜひね、何か大事なお仕事、大事な試合などね、そういう行事がある前には天獣食べてみてはいかがでしょうか。ただですね、これというのは、まあ、ある意味語呂合わせでの開運飯ですよね。本当の意味で食べることによって運気を上げるという、まあ、そういった開運飯を考えた方がいまして、その第一人者と言われているのが、江戸時代に活躍をした水野南北という人物なんですね。まあ、この水野南北、占いの世界のね、大家、伝説的な人物なので、以前ね、この動画でも紹介させていただいたんですが、この水野南北というのは、この開運飯の第一人者でもあるんですね。まあ、軽く、この水野南北説明させていただきますと、以前もね、お伝えしたんですが、占い界の重鎮なんです。まあ、このね、方、占いの中でも、観相学といって、手相とか人相、そういったものに興味を示すんですが、このね、本を出す、まあ、この本というのが、南北双方という本で、これが非常に当たるということで、もう大ベストセラーになったんですね。まあ、これによって日本の占いの歴史が始まったとも言われているような、今現在読んでも当たると言われている、この南北双方という本は、占い界のバイブルとも言われているんです。まあ、その著者が水野南北なんですが、この方ね、まあ、観相学と言いましたが、人間のね、いろんな部分と性格のね、関連性を自分のもう足で稼ぐんですね。まあ、このデータの取り方が非常にユニークでして、様々な仕事をですね、3年ずつ、これね、計9年間、3つの仕事をしながらデータを集めたんです。まず最初の3年間というのが、床屋さん、いわゆる髪結い所で働くんですね。ここで働いていると、いろんな方とお客さんとお話ができます。ああ、こういう性格なんだということが分かると同時に、ずーっと顔を見ていても不自然ではない仕事ですよね。なので、人相と性格についてデータを集めていくんですね。そしてデータが取り終わると、次の3年間はお風呂屋さんで働くんです。お風呂屋さん、もちろんお客さんは全員裸です。そこでお話をした上で、体型と性格に何か関連性があるんではないかデータを集めるんですね。そして最後の3年間はね、もういよいよ火葬場で働くんですね。火葬場というとね、亡くなった方、まさに骨だけになりますね。
そこで遺族の方にどんな方だったんですか話を聞いて、今度は骨格と性格でデータを集めていく、まあ、このようにしてまとめた本が南北双方という本だったんです。まあね、富も名誉も手にした水野南北なんですが、じゃあなぜ彼がこの海運飯会の第一人者と言われているのか。それは彼の過酷な人生にあったんですね。まあね、人生の晩年大成功を収めた水野南北なんですが、彼の若い頃というのは非常に過酷な運命だったんです。生まれて間もなく両親が亡くなってしまう。そこでおじさん夫婦に引き取られていくんですが、ここではね、あまり愛情を注いでもらえなかった。ここでね、南北は若くしてね、心がすさんで、非常にこうね、荒れた生活を送ってしまうんですね。子供ながらに酒を覚えてしまい、そして盗みを働く毎日、欲にまみれた生活、暴飲暴食を繰り返すというね、毎日を過ごしていたんです。まあ結果、10代半ばにして牢屋に入れられてしまうんですね。そこで南北改心するんです。自分の人生、このままでは良くない。自分は何とか心を入れ替えて人生をやり直そうと思うんですね。そこで牢から出て真っ先にあるお寺に行くんです。そしてお坊さんのところに行って弟子入りの志願をするんですね。どうか心を入れ替えたいんです。弟子にしてください。するとお坊さんが言うんですね。ダメだよ。断られちゃうんです。なんでかっていうと、お前はね、とんでもなく悪い人相、競争をしている。さらにもっと言うと、思想も出てるんで、お前ね、1年も経つに死ぬぞ。そんな奴は弟子にできない。突っぱねられちゃうんですね。でもね、人生やり直したい。なんとか弟子にしてほしいんで、そこをなんとかお願いします。って懇願するんですね。するとお坊さんが、まあね、無理難題をふっかけて、どうせこれを言ったらできないから諦めるだろうってことで、非常にね、難しいことをね、課して、これが1年間できたら弟子にしてやるというんですよ。それというのが、1年間食事制限をして、これとこれしか食べないで生活ができたら弟子にしてやるという、非常に難しいお題を出すんですね。ただ南北、人生やり直したい。で、さらにはですね、1年で死んでしまうかもしれない。そんなことを言われたので、なんとか1年間、その、食事制限をしながら、これとこれという2つの食材だけで生活しきったんですよ。そして1年後、またお寺を訪ねました。お坊さんのところに行きますと、お坊さんびっくりするんですね。え？本当にお前、あの時のあいつか？人相めちゃくちゃ良くなってるぞ。あの競争が消えて、そしてもちろん思想も消えている。何があったんだと聞くわけなんですね。そこで僕は1年間頑張りましたってことを説明すると、分かった、弟子にしてやるということで、ここから人生がどんどん好転し、そして後にね、富と名声を手に入れたわけなんです。つまり南北というのは、自分自身が食によって運勢が大好転したという経験を踏まえて、やはり食べ物、食というのは開運につながるんだということをね、非常にこう実感したわけなんですね。で、そこで、自分のその食生活で運勢が変わるという経験を踏まえて世に発表した開運法というのが、この開運飯の第一人者たるゆえんなんですね。その開運法というのがこちら、接触開運法というものなんです。接触、食を接すると書きますが、まさしくね、食をまあ接する、まあ、つつましい食生活にして素食で過ごすということなんですね。で、これね、やっぱりあの考え方として、人間は必要以上に食べれば食べた分だけ運気が下がるんだっていう。人間は一生のうちに食べる量は決まってるんだという考えなんですね。やはり食べ物をいただくという行為は、他から命をいただくという行為なんですね。なので、必要以上にいただいて食べる、さらには残してしまうなんてことをすると、それだけ徳が下がって運気もどん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 下がっていくんだ。逆に接触、必要な分だけ食べていれば、健康にもなり、腸の層、腸層が良くなり、結果人相も良くなって寛容していくんだという考えなんですね。じゃあ素食、つつましい食生活がいいんだってことになるんですが、そんな時ね、具体的に何を中心に食べたらいいんだって話になりますよね。ここであのお坊さんの言葉が出てくるんです。南北は1年間、これとこれしか食べてはいけないと言われ過ごしました。その食べ物というのが、大豆と小麦なんですね。はい。大豆と小麦。まあね、もしかすると、
この二つを中心とした食生活を行って、粗食で過ごす。これが、人生ね、幸運、まあね、好転するきっかけになるのかもしれないんですね。で、実際ですね、これ、偶然にも南北よりも以前にこういった食生活をして大成功を収めた人物がいるんですね。その人物というのが、徳川家康なんです。家康というのは戦の時代ですね。まあ、こう、民衆、ね、農家の皆さんに無理を強いて、自分は戦をしている。その時にね、自分が贅沢な食生活するわけがいかないということでね、まあ、彼はですね、年間、まあ、生涯を通してですね、麦飯を中心とした食生活を行っていたとされています。さらにですね、彼は食事の際、麦飯と絶対に、まあ、豆大豆 100% の味噌汁を飲んでいたんですね。で、この、まあ、味噌汁、まあ、豆大豆ですね、これというのが、アルギニンという、まあそういったですね、成分が含まれていまして、この成分というのは今現在エナジードリンクに、ね、よく入っているというような成分だったりもするんですね。まあ、この二つを、ずっと食べ続けた家康は、まあ江戸時代をね、を開く、そして天下を統一という大人物になっていったわけですね。で、さらに、まあイタリアの方に世界一長寿の村という場所があるんですが、そこの方たちというのもこういった食生活をしている。そして日本国内でも長野県や滋賀県という長寿で有名な県というのはこういった食生活を知っていることで有名なんですね。もしかするとやはりこの摂食開運法というのは体が健康になるだけじゃなくてですね、運気も上がるきっかけになるかもしれないということで皆さんぜひ参考にしていただきたいと思います。最後に南北はですね、生前こんなことを言っていました。摂食開運法を行えば、小さな願いなら少なくとも1年以内に、普通の願いなら3年以内、大きな願いでも必ず10年以内に叶えることができるという。皆さん今ね、夢があったり、ね、開運したいという方多いかもしれません。そういう場合ですね、もしかすると一番の近道というのは南北が推奨しました、この摂食開運法を実践することなのかもしれません。まあ、次はね、なんか歴史的な話なんか増えました。ちょっといろいろ難しい部分多かったですがね、ぜひよかったら参考にしていただきたいと思います。というわけで今回は開運飯。そんなお話を紹介させていただきました。以上、島田秀平のお開運巡りでした。ありがとうございました。お開運巡りをご覧の皆さん、ありがとうございます。ここでですね、皆さんにお知らせがございます。私ですね、島田秀平、11月の8日にですね、また本を出すことになりました。タイトルがですね、こちら SB 新書さんから出るんですが、5万人の手相を見て分かった、運と不運の正体という本になっています。まあね、本当にこう、運というもの、あといろんな方のね、手相を見させていただいて、僕もね、気づいたことなんですが、やっぱりこう、運がいいとき、そして不運、運が悪いと感じるときあるかもしれませんが、実は、不運、運が悪いなんていうのはないんじゃないかと思うんですね。運が悪いと感じるとき、そのときにもね、大事な意味があって、そこの過ごし方によって運が来る、動いたときに、とてつもない成功を手にできるんじゃないか。まさに今自分がちょっとついてないな、運が良くないなと思っている方にこそ読んでほしいなという本になってます。もちろんね、今調子がいい方にもね、それを持続させるための方法などもありますので、ぜひ、読んでいただいた皆さん、何かね、ずっとこう幸せが続くような、そんなヒントになればということをたくさん書かせていただきました。ぜひぜひ、島田秀平の5万人の手相を見て分かった運と不運の正体という本、チェックしていただきたいと思います。こちらですね、もう予約の方ができるようになっておりまして、概要欄に貼ってあります。ぜひぜひ皆さんよかったら読んでいただければと思います。お願いいたします。